こんにちは、小内です。オブ斜面の滑り方動画マニュアル階段にご覧いただきましてありがとうございます。階段2ではですね、階段1で行いました、止まるという動きを、今度はですね連続してつなげていきたいと思います。で、切り返しのところっていうのは、低速になればなるほど非常に難しいので、最初のステップとして一応、一つのおすすめパターンとしてステムターンですね、足を開いて始動するというパターンをちょっと用いて、コブ斜面連続して降りていくところにチャレンジしていきたいと思います。それではよろしくお願いします。ちょっと階段1の復習も兼ねて1本滑ってみたいと思います。下にずれ落ちて横移動、ずれ落ちて横移動、ずれ落ちて横移動、これを繰り返して1本とりあえず滑ってみましょう。じゃあ行きます。はい、今非常に低速で滑ってますので、ずれ落ち横移動でまたずれ落ち横移動で低速で滑ってるとですね、一番何が難しいかというと切り返しの部分非常に難しいです。スキーしてて切り返しの中で一番やっぱ難しいのって止まってる状態から、次のターンに入るっていうのが一番難しいと思うんですけど、ある程度こうスピードが乗ってる状態だと次のターンに行きやすいんですけども、コブではスピードを最初出したくありませんので、もうほんと止まるぐらいにゆっくり抑えてます。その中から、次のターンにでもコブに入っていかなきゃいけないっていうところで今回の、一番メインのテーマですね。そしてまた次の外スキーを開いて始動してあげる。で、これ開いた時にちょっとハの字姿勢になると思うんですけども、スキーを下に向けてあげるっていうことが、繰り返しですので大丈夫です。横移動してるときはスキー横向いてますので、そこからスキーを下に向けてあげるっていうのがまず一つ目大事になりますので、開いてハの字姿勢になったからといってハの字の部分で別にこうやって踏ん張って押さえるわけではないっていうところを、頭に入れておいてください。どうしてもハの字開くとこうやって腰がぐっと下がって踏ん張りたくなるんですけど、ハの字を開いて踏ん張るわけではなく、次の外スキーの向きを変えているだけと思っててください。じゃあ1本ここでちょっと滑ってみたいと思います。